金髪ミルケさん、超美人。天水の桜姫、第4話の反応集&感想どうぞ。稲作アニメが始まった。開幕ケロロ。カエルだ。いざって時のタンパク質は貴重だぞ。カエルちゃんかわいい。カエルを捕まえることができないタウエモン。慣れ親しんだいつもの作業。まだお肥料の効率が悪いから田んぼの半分しか使えてないの細かいですわね。おひいさまのガニまた助かる。ジャンボタニシ農法。ジャンボタニシは NG。 足持ってぶら下げないであげて。大空直美農兵デコエイな。ミルテサ規制の学校だ。あなたは神を信じますか。また神の話してる。急に布教始めやがったぞこの宣教師。学校やれるほど日本語堪能なんですかね。初手紙の話は難易度高いよミルテ。仏について教えてみろよゴラ。神についても何も目の前に。神に対して神について説く。フォロモス教布教。しれっと布教活動をしとる。アクシズ教を広めるために来ました。神に対する神の否定。秘宝桜姫、神ではなかった。美しく慈悲深い北条神。宣教師と多神教の神は混ぜるな危険定義。ミルテの国の基準だと唯一神だから、サクナを神と定義できないんだよな。キンタのクソガキ加減の火力高い。サクナ、神どころか女としてになされてなかった。お前、女だったのか。ヒロインがこんなにダミ声でガニ股してるアニメもなかなかあるまい。いつの間に犬が。サクナ姫は天使だった。唯一神教基準だと天使。まあそういう感じですよな。神が実在する世界の信仰って大変だろうな。今日も晴れ晴れオープニング。ミルテフォーカス会か。原作性も気になると思う。ミルテがサクナを神扱いしないからこそ輝く展開があるんだよな。おひいさまはともかく、じゃあねえんだよお前はよ。従者からも神として見られてないことにしょうがないって思われててくさ。一神教と多神教の違い、それぞれ考え方違うって実はちゃんと区別してるミルテさん。開幕早々宗教戦争が始まって吹いた。回想始まった。ミルテはかなり宗教に関してよく分かってる気はする。やはり宣教師だったのか。ミルテはすげえ女だよ。この世界で言うとこの中世とかの時代やぞ。ここら辺多分ゲームでは絵として出ないよね。この時代の感じだと海渡るって本当にすごいよな。司祭様、いいやつだったよ。ベンタニア、海を隔てた南蛮の。女性を旅に出すのってかなり珍しいよね。なかなかに積極的な人やな。ミルテさんはフォロモス教信者とはいえ他の文化を否定するほど懐が狭くない。ユイさんに心配をかけるな。ユイの訛りは可愛い。乙女心がわからないおひい様。ガマの油が消えた。フラブ。ガマ戦もう終わっとる。ボスがアニメの裏でしれっとやられていく。我慢比べ、ガマだけに。戦闘パートはカットじゃカット。まだ1年目も終わってないのにおひいよう強くない。あんなでかいガマいたんだ。ガマの油、物理的に取ったんか。ガマの油って、ああやって取るのか。ついに家事するのか。あれらが家事師が本領を発揮しつつあります。そういえばまだ武器の加工作成とかできてなかったね。熱うい。大炎上。何やっとんねん。油にひつけたら引火するじゃろがい。一気に入れるやつがあるか。また貴重な素材が無知に消耗される。また人間のおひい様困らせてる。団子の恨みは深い。火に油を注ぐとはこのことだ。喧嘩行くないよ。寿司食いねえ。喧嘩じゃなくて説教だと思うけど。どう考えても金太が一方的に悪いんだよな。結構がっつり焼けてる。だいぶ広い熱傷やな。薬も作れるのか。即効性やばくないか。その速さで痛みが取れるのは危ない薬やぞ。よもぎは大体役に立つ。ミルテのアトリエになってきたな。慣れない国で薬草の調合できるのすごいな。外の世界への探求心に助けられたな。薬の調合はできるのに料理はダメなのか。今まで薬を調合することがなかったって冷静に考えたら恐ろしいよな。それぞれの適性の話になってくるのかな。派遣解禁か。派遣で調達めっちゃ大事。
派遣システムもちゃんと描写するんだ。サクナさんの負担が減る。お姫様の働きのおかげでお姫様の仕事も減るぞ。サクナが狩りまくった成果が出てきたか。行動できる範囲広がったか。もうアイテム回収できるようになったタイミングなのか。早いな。稲作の人手不足。やはり農業オートメーションが必要。心はちゃんにトラクターとか作ってもらおうぜ。足雲さんの出番が多くて嬉しいな。都合のいい隣人さんポジション。あんたが足雲族最後の一人なのか。足雲さん、ぼっちだったの。本当に神器のために生きてるんだな。足雲さんいいやつだ。クールで格好いいな。獣あかんき。カッパの手も借りたい。カッパの話ももうやるのか。最近アニメでまあまあ見る気がする。カッパ、和風ファンタジーにカッパは必須である。またふてくされてるな。ユイが歩み寄っている。かわいすぎる。妻じゃん。ユイさんの優しさだけで十分だろ。態度マジで中学生のが緊張やん。ユイにもっと優しくしろ、クソガキ。鉄鉱石ってそんな道端に落ちてるもん。鉄の石が必要なのは金太だろ。アイテム収集フェーズ。やっぱこう見るとゲームとはだいぶ違うな。でもいいね。ヨモギはいいね。ヨモギ、いわゆるグリーンハーブ。傷が治りそう。田植えもん、知識はちゃんとあるんやな。アニメの金太、ちゃんと棚管理してるの偉い。留守番ちゃんと守れてるじゃん。オリジナルシーンだ。素振りは基本。火事はまだなかったのか。包丁も打てる足雲、一層イケメン。面倒見のいい隣人さんだね。こっちはこっちでチュートリアルみたいなこと始まった。炉だ、炉を作るのだ。火事場がないなら建てればいいじゃない。金太と足雲さんの絡みいいですね。お水を飲むゆいさんもっと見たい。南下ダッシュの村の雰囲気になってきたぞ。引率の先生。戦闘要員はサクナさんしかいないしな。テレソクナかわよ。自分で言っちゃからな。チョロインケライン。カッパアニメきたー。かわいいカッパッパ。どうぞカッパと発音してください。ケロロ軍曹みてえなカッパだな。時々カッパ語で出れる。ユイちゃん、カッパの言葉がわかるのか。通訳に定評があるユイさん。ユイが動物の言葉がわかる理由は何する。やめろ。カッパかわいいのに生臭い。カッパって神の眷属だったのか。偉人は怖いか。見る手の髪色とか目の色とかいに映るもんね。透析アニメきたー。カッパからの攻撃が。カッパは仲間を呼んだ。こんなにカッパがいたのに気づかなかったのか。原住民から抗議の石つぶて。透析バトルだ。屈強な労働組合による犯行であるか。ゆいちゃんになんてことを。透析が頭に当たるのはやばいな。よし、正当防衛だ。やっちまえ。逃げるんだよ。透析カッパ危険生物すぎる。このように透析は大変危険な攻撃です。石はなんだかんだで当たると結構ダメージ大きいからな。ごめんなしてケライン。いかにもない人の生き物を見て反射的に拒否ってしまいました。やなとあれすぎ問題。偉人お断りだったか。ありとハードモードで進んできたんかい。こう見えてめちゃくちゃ修羅場くぐってきてるんよな。昔は今より差別多かったんだろうな。まあ相手の生活圏にずかずか入っていくのは良しとされないだろうしな。知られることで知られたくないことを知られたりするからね。ミルテさんの探求心の強さ好き。ちょこちょこ水の管理してるシーン入るの好き。ツンデレキンタ。ショタがツンデレ枠という珍しい作品。一人で行動するな。似てるという理由についてははっきり言わない。たまじい。誰と似ているんですかね。まあどっちもツンデレですからね。なかなかキンタ話してくれるようにならないね。そんなに秘密にしておきたいのかよ。ミルテさん、ちゃんと田んぼの水量見てくれてる。偉い。ユイちゃん、ママかな。金、ま、って聞こえた気がしたけど多分気のせい。犬がカッパ連れてきた。行き倒れのカッパ。犬が何気にすごい。ワンコイツからいるんだっけ。カッパの方から拾われてくるんかい。めっちゃ怯えられてるけど。カッパトラウマすぎる。大人が怖いのはカッパも一緒か。もう本能的に海外の人が無理って感じなのかな。
カッパなら飛躍とかもってそうなのに。カイマルは何歳なんじゃ。ミルテ頑張れ。それでもと言い続けろ。黒いカラコンつけたらいい。不遜ですぞ、おひい様。武器を持って話し合いは通用しないぞ。また入れ違ってる。カイマル迷子イベがミルテになってる。これゲームの方でカイマルがいなくなった話の改変か。ミルテのトライフォース。おいおい、まずいんじゃないのか。いつ犬が仲間になった。犬がアクセサリーだけ持って帰るのは教授の知らせていき。もしかして犬が一番役に立つのでは。穏やかじゃなくなってきたぞ。ちーちょーちん出せるのかよ。ゲームでもこんなことできんかったぞ。あれじいが出してくれとったんか。そんな四次元玉じいだったの。ちょーちんは出せるけど火は自分で起こすのゲーコマ。こういうテラスアイテム、ゲームでも欲しいな。鬼、デカナマズ。なんかレイドボス出てきたんですけど。エイラッシャ、エイラッシャじゃないか。ウワー級にボス戦を始めるやつがあるか。水エリアのボスオーナマズ鬼だ。戦闘薄めとか言ってたら戦闘始まった。このナマズ、鬼なんか。鬼ってカッパを食べるんだ。カッパって他に食われることあんのか。唐突に始まる戦闘なのに作がすごいな。悪い鬼は退治しちゃおうね。おひい様が押されてる。鬼ナマズを倒してカッパの理解を得るというクエストなのね。髪を下ろしたミルテ来た。ミルテ、フード取ってめっちゃ美人で草。ゲームでも出なかったミルテの髪。ミルテの帽子取れるとこ初めて見た。原作では髪を下ろすシーンはないのでレアです。サマータイム連打かと思った。髪解放ミルテ可愛かぎんか。ミルテさん毒持って単回。状態異常攻撃もできるのか。護身用の毒ってミルテさん本当にシスターですか。薬に長じたキャラ、高確率で毒も使う。今日のおかずはナマズだ。金髪の上にロングヘアって綺麗すぎやろ。ミルテの髪はセクシャルすぎなんよ。まさかミルテさんの髪が拝めるとはな。頭巾取った髪型ゲームで公開してたらもっと人気出てたやろ。ミルテは髪の毛隠さない方がいいと思うぞ。カッパを助けたミルテにすっかり懐いてる。どうやらナマズの仲間だと勘違いしてミルテにしなげてたっぽい。青い目ってそういうことなんすね。なんで目の色だけで判断したんです。青い目以外全くもってに取らんじゃろうて。カッパが仲間になった。カッパで労働力大量確保。わちゃわちゃしてるカッパかわよ。脳奴隷が増えたよ。やったね、さくな姫ちゃん。いや、ユイさんに石を投げて怪我させたことは許されないからね。すでに夫婦の雰囲気が漂っている。ユイちゃん、めんこいなや。ユイが金太の女房役すぎるの。土下座きた。頼み事に土下座は基本。わかってるね。金太くんようやく出れてきたか。土下座はいつからあるんでしょうね。言えたじゃねえか。金太は単野市希望だったのね。カッパたちも手伝ってくれてる。米作りに理解してるカッパ。結構畑は大きくなってる。カッパのデザイン可愛いと思ってたので、たくさん見れて嬉しい。こうして労働力と鍛冶屋を手に入れたおひい様であった。異聞録日記にて。ミルテさん、エンディングで語り部になるキャラか。話し方がだんだん流暢になってきてるの細かいな。ミルテが掘り下げられたいい回だったな。ようやくいろんなことがうまく回り始めた感あるな。次回は火事場開業かな。刃物作りが始まる感じですかね。金太の大冒険だって、なんちょ。アニメ4話にて第3章が終わる。普通に1クールで終わるペース。今週も良い話だった。ミルテさんのことが少し分かってきたかも。ほぼアニオリ会だったな。今後もキャラの掘り下げしつつ戦闘を挟む感じでいきそうだな。これだけ変えれるならもっと劇的に変えれるな。今後もアニオリどんどんぶち込んできそう。めっちゃミルテ充実会だった。このシスターは本国へ帰る手段あるのだろうか。そもそもシスターが船旅してきた時点で、船乗りが美女を放っておくわけがなく。ミルテはずっと頭巾外せ。せっかく金髪美人なのにもったいない。ここでミルテの神解放はまさに神演出。今からでいいんで、ゲームの方でもアップデートとか DLC でこのミルテ見たい。カッパ周りの改変は業界編だと思った。ミルテの有能さも見せられたし。ゲームでもミルテが毒を撒いてくれたらボス戦がかなり楽だったろうな。
エンドカードもビューティフルミルテさん、ヒロイン決まったな。戦闘パートやらないなぁと思ってたけど裏で結構やってたのね。原作アニメがちゃんとゲーム本編をなぞるのいいよね。天水の桜姫第4話視聴させていただきました。ミルテさん、坊主じゃなかったんか。ということでミルテさん掘り下げ会。なるほど、ここから確認ゲンパート会に順次入っていくんですね。正直ミルテさんってなんかうさんくさい感じの人だなって思ってたんですが、今回でかなり見る目が変わりました。何よりビジュアルが美人。神の教えを広めるために一人世界を回るってのは結構なアグレッシブさです。こういう背景にはありがちな、あまり歓迎されてないって過去は大ドームなクソエピですね。迫害ダメ絶対。まあでもいきなりあなたは神を信じますかって言われてもねってのはわかりますが、かといって石投げるなどはしないが、この作品では実際目の前に神がいるのが、そこはなんか斬新ですよね。いやまあ神に全く見えないのは同意なんだが、この世界の神ってどういう感じなんだろう。ちゃんと年を取るし結婚もするから人間とあんま変わらないのかな。そしてナマズとの戦いまではゲームではミルテではなくカイマルが行方不明になってたみたいですね。毒でナマズに状態異常を与えるとか、薬も調合できるし料理もアップデートできるんでしょう。ミルテさんめちゃめちゃ有能じゃん。それに比べてキンタは今回でやっとちょっと出れてきたので、次回で評価が変わってくれると良いが、ユイちゃんはそんなキンタにめっちゃ献身的ですが、そこには何らかの理由があるんでしょうね。カッパの言葉が分かったりとか、なんか重い背景がありそうで今から身構えておこうか。カッパが最後に田植えしてたのがシュールでした。まさかカッパを田植え辞任にするなんて発想は予想もできなかったです。あといつの間にか生えてきた犬はどこで拾ったの。この島で拾ってきたんだよね。今回だけでも怪我したカッパを拾ってきたり、ミルテの持ち物を持ってきたりとか有能すぎてはロタ。ゲームでもこんな働くんですか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。